300キロ、いけ、330、6速入って350、うわうわ空気の壁やばい。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、この R35GTR やっていきたいと思います。ここは芝浦パーキングですね。いや、かっこいいな35な、やっぱりな、ミスモバージョンだね。で、これになんとね、今日はベノム GT の1200馬力のエンジンをね積んでみました。車重もね重くしています。で、これで何がしたいかっていうと、前回ね 34GTR で1200馬力にしたら、ベノム GT だと450キロ出るのに 34GTR だと418キロぐらいしか出なかったのね。つまり空力がやっぱりベノム GT に比べて良くないっていうねことがもうはっきりしたんですね。まあ一応ね、このアセットコルサっていうソフトでやってるんですけど、かなりねリアルにタイヤの温度とかまで、グリップとかね、あとそのサスペンションの動きとかっていうのも一コマ一コマね全部描画するときに計算してね、完全にまあシミュレーターっていうことになってるんですよ。で、まあそのシミュレーターの精度がねどうなのかっていうのは、本物と近いのかどうかっていうのは分かんないけど、一応計算してねちゃんとそれをやってるっていうところで、実際ねその1200馬力のエンジンを積んで、このね R35GTR の空力ね、もう一応ちゃんとねこのフォルムによって計算されてるはずなので、フォルムで計算されてるんじゃないですか、まあ、係数で計算されてるだけで、それでちょっとねこの空力ボディが1200馬力のエンジンを積むと何キロ出るのかっていうのをやってみたいと思います。まあその時のねちょっとハンドリングとかね安定性とかも見たいと思います。いや、めっちゃ綺麗だわ。ちょっと日陰になっちゃって、ダンロップだね、ちゃんとダンロップの方入ってて、ね、いや、いいわ、綺麗だわ。うお、近い。芝浦パーキング5分に止めるとね、インスタ映えしちゃうんでね、ぜひやめましょう。ちゃんとね、ルールを守って楽しみましょう。はい、乗ってきました。めっちゃエンジン軽い。ちょっと待って、ニュートラルどうやって入れるんだっけ、これ。こうか。吹け落ちあんまり良くないんだよね、このエンジンね。ちょうど7500回転でリミッターだから、このエンジンがねちょうどですね。じゃあやっていく。軽っ、車軽っ。出れないわ。ちょっと待って、こっちから出れない、どうすればいいこれ。はい、芝浦パーキング出てねやっていきたいと思います。まず一速で踏んで81キロ、まあ、ファイナルもねちょっと変更してあるんで、ファイナルも変更して400キロ、450キロ一応ね出るようなイメージにはしてやる。あー、でも34に比べてね全然速いし、全然シャーシキャパある。あ、全然違うの分かるんだ。同じエンジン積んでみても全然キャパシティある。やばい、なるほど、そういうことなんだ。そういうことなんだ、車の進化って。じゃあ空力面でも期待だね。空力面でも期待だわ。ちょ、新しいスープラ出たらそれにこのエンジン積んでやってみたいな。空力がどうなのかすぐ分かる。まあ、ちょっとね、空力ってCD 値だけじゃないからね。CD 値ってあんま意味ねえんだよな。意味あるけど、実際の抵抗値ってさ、 CD 値×全面投影面積、合ってる、言葉合ってる、全面投影面積つまりその全面投影面積が半分だったら CD 値が半分と同じなんだよね。はい、言ってること分かりません要は前から見たねこの面積あるじゃん、車の面積ね、それが半分になってたら抵抗半分だよってことなんだよね。だから CD 値が半分に、 CD 値半分になかなかできないから、 CD 値ってさ何パーセント、 10%、 20% 向上させるの大変だから、って。いや、だったら前から見た面積を 20% 軽減しちゃえっていう方が簡単なんだよつまり屋根切って薄くするっていう
すげえ効くよな最高速のな、それはな、っていう話です。だから、まあ、またそのなんていうの、ダウンホースとドラッグの関係とかも違うけどね、そのね、下に空気で押さえつける力を出すのと、そのね、CD 値の話もまたちょっと違う話。空気抵抗値を変えずにできればダウンホースを増やしたい。ここが難しいんだな。うお。いやー全然安定してる。さすがに1000馬力になると扱いきれんけどな、これ。でもこの1000馬力の GTR っていっぱいあるよね。いっぱいはないけど、なんか買えるよね普通にね、なんか変な、なんか魔改造ではないよね、もうね、なんか普通のチューニングっていう領域なのかな、1000馬力って。なんとか1000とかってきっと、おい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 、と販売されてるぐらいのイメージだと思うんだけど、いやちょっと違うか、さすがに1000馬力になると。だからまあこれで今1200馬力だから、まあ、正確に1266馬力になってんだよね。ということはこのぐらいの論理シミュレーション上、論理的にはこのぐらい出るような車は案外買えるな多分。まあこれはニスモだけど、古い GTR3号買って、まあ、分かんない、いくらか分かんないけど、何百万かけるとこの車ができるっていう意味で言えばコスパ最高だよな。ベノム GT がいくらなんだよって話だよ。さあやってきました湾岸、さて行くぞ。にしてもこれさ、リアルな距離感なんだけどさ、早いよね。さあもう4速から、ちょ、一回止まるか、一回止まってゼロ加速するか。行くぞ。あー、なんだなんだなんだ。これはあるわ、これあるわ、これあるやつだわ。もう普通に加速しよう、無理だ。ちょ、もう4区なのに、一応4区になってんだよちゃんと。しかもこれあれだよ、アセットコルサ純正モッドだからね。あ、純正の、純正はモッドって言わない、あーちょっとまずかしで、純正の車だからね、にちょっとそのエンジンだけだからね。よし、普通に増えなかったわ。300キロ、いけ、330、6速入って350、うわうわ、空気の壁やばい。400キロ、あ、でも34より全然いい。おお、ここも34だとジャンプしちゃうんだけど、はい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 、420キロ、426、この426はすごい。あ、ブレーキもめっちゃ効く。あ、3号めっちゃ高速安定性ある。おい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 、ちょっと曲げ、ちょっと曲がってるともうダメだね、アクセル踏めないね。ヒュッてもうリア出てきちゃう。セッティングしたいだろうな、本当か。さあ行くぞ。こんな出んの、こんなに出るの、本当に。ちょちょ、なんかフラフラしたした。おい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 、まっすぐ走ってくれ。おい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 、待て、落ち着け、落ち着いてくれ。もう取り直ししたくないぞ俺は、もう取り直ししたくないぞ。何回目だと思ってんだ。さあ行くぞ。ここ曲がって、あーやめてください。あー
ああもうめっちゃ慎重に走ってんのに、もうこれ採用だわ、もういいわ、このまま行くわ、もう無理だわこの運転マジで、ちょもうこの馬力無理だってもうマジで、まっすぐ走んねえもん、もうベノム GT 一発撮りだからね。いやー無理だわこれ、いやーちょっともう無理だもん、もうマジで無理、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 目が回る、目が回る。もう目が回るんだよ、 VR だからよ。目が回った、ちょっと待って本当に、いやー目が回った、さあどうしよう、ちょもう無理でしょ、だってこれちょタイヤが温まっちゃってんだよ、タイヤが温まっちゃってんだよ、タイヤが温まってっちゃうんじゃないこれ、ひょっとして、さあ行くぞ、最高速やっていくけど、もう本当にもうなんか慣れた慣れた、これ本当実車だったらさ、いやマジでやばいって、これもう死んでるわマジで、本当に死んでるわ、こんなのテストしたら本当に一回シミュレーターテストしたもん、やばい、ちょっとやめてくれ、本当にやめて、やめてくれ。いやー本当にもう走れない走れない、もう踏めないもん、無理だもんこんなの、もう6速から、もう6速から軽く行ってこか、そしたらなんとか、ああちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、料金所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 、ああ料金所やめて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 、本当にマジで本当にやめてほしい、まっすぐ走ってくれ、あーまっすぐ走ってくれ、本当にちょマジでマジで、よっしゃ行くぞ、行くぞ、6速入って、6速入ってからがさ超フラフラすんだ、あーやばい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 、やめろやめろ、まっすぐ走れ、まっすぐ走れ、え、何キロ出てる何キロ出てる、ちょ待って待って、もう俺もうメーターも見れない、振り向けない、もうこのせいに合わせて、もうひたすらひたすら、うおーいけー、424、絶対出せない、実車でこれ踏めないって、424、いやー何このなんかメーターがさ、たまに410ぐらいまで落ちちゃうの、これ何、どういうこと、浮いてんのかな、あちょっと慣れてきた、ちょっと慣れてきた、タイヤが消えたから、やばいって、400でもベノム GT に450キロ出んだぜこれ、同じ馬力で同じエンジンで同じトルク特性計算で、だいぶもうなんかこの景色に慣れてきたな、なんか大黒まで速っ、400キロ速っ、ブレーキー止まらねえよ、400キロ止まらねえよマジで、はい、やってきましたかね、いかがだったでしょうかね、やばいよなこれ、もうマジで運転できませんレベルだよこれ、本当にまっすぐ走んないんだもん車が、どういうことなんだろうねこれはね、本当にね、同じ馬力にしても空力の違いとかで最高速は決まるし、なんだろうね、その時のやっぱり足とかで全然ハンドリング違うんだね、その300
40キロぐらいまでって走るのね、ちゃんとね。でもやっぱり馬力が上がってくるとチャージキャパってやっぱあるんだなってね。ベノム GT なんてだって440キロぐらいでスラローム普通にできる感じの、まあ、セッティングになってんだけど、まあもちろんそのシミュレーション上だからね、やっぱすっげえ車すっげえんだなっていうね。まあだからターゲットスピードとかが全然違ってて、まあ、そういうことなんだと思うけどね。まあ、決してねこの GTR が悪いというわけではなく、まあ、やってることが悪いんだけどね。だからこの1200馬力にしてやったら、この1200馬力で出る速度域で、まあ、走るとしたらだよ、アウトバーンで走るとしたらちゃんとした空力セッティングもそうだし、足回りのセッティングもしないと危ないよっていう、まあ、当たり前の話なんだけど、はい、やってきましたよね。いかがだったでしょうかね。またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でもさ、前面投影面積がちっちゃい車って言ったら、昔の車だったらさ、ちっちゃいじゃん。それと最高速出んのかな。それちょっとやってみたいよね。